こんにちは。こんにちは。この番組ですね。はい。先週かな、アメトークとかで高校野球芸人とか、見ました、はい、見てました。ちょっと見れてなかった。見れてない。見てない。まあ僕はもう本当に2時間、3時間ずっと見てましたけど。はい。まあ結構今高校野球観戦とか非常に盛り上がっているので。はい。まあその、中でもなんかこうエピソードとかなんかこういう伝説とかみたいなものは結構みんな見てたんですけど、まあ本当になんか高校野球見てみたらどんだけ面白いのかというのをちょっと皆さんと番組としてお伝えしたいなというところで、まあ今日の番組配信に至っていくと。はい、はい。でまあ、この番組は基本的には生配信なんですけれども、まあ、もしよろしければTVK 見ながらですね、ご覧になっていただいても、まあさらに面白いんじゃないかなと思いますので、そうですね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まあ私ただの高校野球大好きサラリーマンなんですけど、まあちょっとプロとあとは初めて、まあ、そんなに高校野球に詳しくないぞっていうジェイリーズとっていうところなんですけれども、はい、まず川島さんの方から。はい、自己紹介というか、はい、自分は何者なんだというか、ちょっとご紹介いただきたいなと思います。そうです、あ、分かりました、私高校野球 .com、編集部の、川島総一です。で、まあ、一応副編集長もやっておりましてで、まあ、私は結構現場を大事にするかっていうことで、で、まあ、年間その、まあ、大体200から300試合ということで、決めつけてヒットエンドランとかですね、バストエンドランとかってありますのでね、何でも対応できる小松、1年生の小松がバッターボックスですね、相当野球焼けなんですね、まあ、そういう感じです、まあ、野球焼けなんです、野球完成焼け、完成焼け、そう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 、違うか、すごい、300本300試合1年で、1年ね、すごい、もうなんか1年間ずっと行ってるぐらい、そうですね、もう3月から高校野球って対外試合、要は普通の他の競技と違って練習試合とかやっちゃいけない期間があるんですよ。12月の初めから3月の、まあ、第2週とか、それちょっと、うんうん、結構微妙なんですけど、練習入っちゃうっていう期間があって、そこでそこから3月から11月末まで練習、まあ、公式戦とか、まあ、合間見て練習試合見る機会もあれば見てるっていう、そしたらまあ9で、まあ、300近くなっちゃうとかさ、すごいですね。そうなんです、はい、で、まあ、あとは高校野球 .com って高校球児とか高校野球大好きなやつは、まあ、ほぼ絶対見てるというサイトの副編集長もやるんですね。すごいですね。さすが、ガチガチに緊張しますけど今日そんな方と私たち実況できるんですね。すごい楽しい、嬉しい、嬉しいな。なんかありますか、他に。他ですか。ほら、とりあえず今この東海や相模と、まあ、慶応義塾ってもう本当にどちらも名門校ということで、非常に全国的にも注目度の高い試合ということで、まあ、非常にジェイデさんの方も楽しめるカードで、まあ、私なりにちょっとその、まあ、見方っていうか、ちょっとお伝えできればなと。おお、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。大きく出ましたね。はい。じゃあそんななんか川島さんに野球を楽しく教えていただくのは、こちらの方々でございます、はい、こんにちは、皆さん、ジェイリーズでーす。アミです。モモカです。ナナです。よろしくお願いします。私たちですね、この高校野球の神奈川県大会の中継テーマソング、あー、それは僕が言うコメントだったんですけど、ね、あ、すいません、ちょっと言いたくなっちゃって私たち今年の夏ですね、8月の3日に、はい、そのフォースシングルをリリースするんですけど、それがドリームアーチという曲で、そこの曲、そうなんですよ、もう題名からも、もう伝わる通り、ここまで16打数7安打ですが、打点が5あります。高校通算27ホーマー、非常に力があるバッターですよね。そうですね、
その力のあるバッターに対してですね、森田君こう変化球でこう攻めてますよね。はい、東海大菅生中学校出身の赤尾。神奈川県大会準々決勝かな、はい、そうですね、準々決勝になってきてるんですけど、はい、JD's 的にはどう？そうですね、テレビではちょこちょここうあの間で見てたんですけど、うん、ちゃんとこう1試合全部見るのっていうのも初めてだし、こうね、改めてこうちゃんと見るってなると自分たちが緊張してます、まあ、すごく、うん、まあ見るだけですけどね。そうなんですけど緊張しますよね。でもやってないからね。川島さんにその楽しみ方とかをたくさん今日学んで帰りたいなって思います。多分もう見てるだけですごい楽しいもう決戦だと思うんですけど、うん、ちょっとなんか逆にこういう視点から見たら面白いよみたいなポイントとかも今日ちょっと教わりたいなと思って。あ、なるほど。じゃあ期待してます。もう今日はもうこの東海大相模の慶応なので、はい、まずはこのカードがどんだけ面白いのかから聞きましょうか。そう、あ、はい、ですね、これはもう神奈川県慶応義塾と、ま、東海大相模、ま、今あの番組にもあったんですけど、慶応義塾は第1シードで、うん、東海大相模は第2シード、うん、第1シードって、まあ、春のベスト4に入ったシーン で、うん、で東海大相模春のベスト8、まあ、ベスト8なんですけど、ベスト8で敗れ、なんで敗れたかというと横浜高校とやってるんですよ。あ、でその東海大相模は横浜と延長11回の熱戦を経て、横浜高校ってもう圧倒的な試合で力で春と制したんですけど、その神奈川横浜と唯一接戦をもう死闘演じたのがこの東海大相模ということで、はい、非常に優勝候補、もう横浜の対抗馬と言っていいというと、あの東海大相模と、まあ、慶応義塾も非常に伝統、いつもこのベスト8ベスト4に絡んでくる強豪同士ということでですね、またこの両チームは、2008年って覚えてますか、高校へ、まあ、まだ絶対覚えてないですね。何歳、何歳、何歳、8歳とか7歳とか、はい、あれでも神奈川出身の、あ、そうです、そうですね、はい、まあ覚えてないかそうですね、7歳、7歳、ね、8年前なんですけど、あのこの両校が神奈川大会の決勝でやってるんですよね。おすごい、はい、じゃあ8年後またっていう感じなんですねこれ、うん、まあそうですね。で、その時は慶応義塾が延長13回まで行ってこの試合、その時はその時は慶応が行って甲子園行ってるんですよね。すごい。今ジャイアンツのあの選手とかもその時に出たりとかして、へえ、そうなんだ。太田選手、太田選手ですね、ここもですねインコースを攻めてというカードですかね。そうですね。でもまあ多分高校野球大好きな僕らからすると、まあこう個人スキルが強いというか個人のレベルが高い東海大相模と、やっぱりこう組織でこういろいろ戦略とかも含めて、あの戦ってくる慶応っていうのはなんかすごくこう互いにやりにくいし、すごいなんかいい試合になるんじゃないかなと思ってますけど、もう 1-0 っていうね。そうですね、私たちこう喋ってる間で、ね、東海大相模が1点リードしてるって感じなんで、うん、そうですね、そうですね、まあ、本当は慶応としては接戦っていうか結構中盤まで 0-0 というか感じで持ってって、うん、で ここだっていうところにどんどん畳みかけていきたいところだったんですけど、うん、まあちょっと先制されたんですけど、ただ1点だけでとどめたので、うん、そこはまだまだ全然取り返せるかなと、うん、それだけにちょっと東海大相模のピッチャーに注目をしてほしい。あ、分かりました、分かりました、はい、じゃあちょっとね見ている方も一緒に、ね、そうですね、東海大相模のピッチャーに、はい、その東海大相模のピッチャーの出来によってちょっと試合が変わってくるかなと、もうすごい全部の試合をもう背負ってる感じなんですね、うん、すごいね、まあ、300試合見てるんで、そうかですよね責任重大なんですね、責任重大ですね。で今回あの今投げてる左ピッチャー山田君っていうんですけど、はいはいはい、あの本当は、まあ、あのもう一人右の北村っていう非常にプロでも注目されてるピッチャーがいて、140キロ後半投げるピッチャーなんですけど、山田君は非常に何ですかね、制球力とかいわゆる
そういう制球力っていうかコントロールで勝負するピッチャーで、コントロールって意味わかる？あのこういうですね、そうそうそう、ストライクとかボールとかが、まあ、自分投げ狙って投げたら、まあ、ほとんどいいのままにいけるぐらい、ね、山田君俺なんて投げてもどこ行くかわかんないけど あれ観戦は好きだけど、まあ、ちょっとやりますけどね。あ、ちょっとやるんだ。ちょっとやります。すごい。そこに注目ですか。そうですね、まあ、非常にあの結構なんて話するんですかね、まあ、話すれば山田君非常にコントロールがいいので、うん、試合をいわゆるあのゲームを組み立てやすいというか、うん、からあの慶応からすればちょっと嫌なピッチャーっていうか打ちにくいピッチャーが来たなっていうかっていうところですね。なんか慶応って左バッターが多いとかあるんですかね。打ち上げました。結構伝統的ですね。おお、そうなんだ。だってやっぱね、左と左って打ちにくかったりとかするからね。そっか。あ、おお。ああ。先頭の1年生下山。1年生。1年生。すごい。あの内部知る。え、そっか。え、そっか。でしょ。そうだ。内部知る。え、高校1年生だったら同じ。高校1年生だから。あ、そう考えたらすごい。なんか何でしょ。大人っぽいですね。なんていうんですか。私もだって同い年が、私2年生なんですけど、同い年がいるって考えると、やっぱすごいなって思います、ね。しかも背番号5番だからね。レギュラーで一番すごい、ね。同い年。すごい。すごい。いやでももう選手の皆さんもう目がなんて言うんですか、もう夢を追いかけるからこそ本気の目だから迷いがないまっすぐな目をしてて、そういう姿を見るだけでちょっとある意味影響を受けますよね。そうですね、本気で甲子園目指して3年間練習ねしてるんでね。あーすごい。これでも横浜スタジアムめちゃめちゃ綺麗ですね。確かにこのスタジアム自体が一回見に行ってみたいです。生でね、見に行ってみたい。見に行ったことがなくて生で、うん、テレビでしか見たことがないからその雰囲気を味わってみたいなって思います。やっぱ応援とかすごいからね、うん、やっぱりその見に行くときってこの高校を応援するっていうふうに決めて行った方が楽しいとかっていうのはあるんですか。あー、ないけどな。どうですか。私はこの高校っていうより結構自分選手を見ているので。ああ、そうなんですね。だからこの選手がいるこの学校っていう感じになるんですよ、ね、高校がどこというよりその選手がどこにいるかとか、はい、ただあの先ほど、はい、この高校を見たいっていう方もやっぱりいるので、うん、例えば横浜高校が好きだとか、例えば東海大相模が好きだからこの試合によっていう楽しみ方も一つですね。あとは近くの高校がね試合出るとか、あ、なんかワクワクしたりワクワクする親近感があるというか、そこから始めるのがいいんじゃないかな。なんかさっきちょっとちらっと映ったんですけど、ベンチにいっぱいの鶴があったんですけど、あれってどういう意味なんですか。 あれはね、千羽鶴ですよね。千羽鶴、千羽鶴、あのあれはまあ基本あのチーム自体が作るというのもあるんですけど、うん、ここまで来るとチーム相手チームからもらってるんですよ。例えばあのこう勝ったか、例えば、まあ、2回戦ぐらいで例えば勝ったりしたら、敗れた学校の選手が勝った学校の選手に渡すんですよ。先発で託すんですね。そういうことか。すごい感動的が、はい、あるんですよ。なるほど。そうか、負けちゃったらこれってあの3年生のこととか。そうそうそう、あれ全部ねマネージャーとか一個一個全部折ってるから本当に、うん、うわー、もういっぱいの気持ちがこもってて今本当に何本も何本もベンチにあったんで、よく気づいたね、そのね。いや、後ろにこう選手が、我々当たり前だから何とも思ういやー、そっか、当たり前なんだ。いや、いろんな人の気持ちが今こもってるプレーなんですね、選手たちは。あー、いいピッチャーじゃない。おいいピッチャーなんだって。おはい、なんて説明するんだろう。そうですね、我々的に説明、そのマニアック的に説明すれば、非常にあのこれ何です
か？ホームランですね。やばい！俺なんか詰まったのかと思った今。ホームランなのに全然なんでおいってなんないんですか？ちょっといやなんかそのいいピッチャーだなってコメントした後に打たれてるから、うん、なんかこう言いにくい。すごい今慶応義塾が3点。そうですね、非常に大きいですね。2点リードっていうことなので。そうですね、すごいね、すごい。ただいま、はい、慶応の4番バッターがスリーランっていうのを TVK 見てない方もいらっしゃるんですけど、あ、そうか、そうか、そうか、わーって盛り上がったねみたいな感じ。3対1ですね。3対1、東海相模からすればちょっと予想外の失点の仕方だなっていうか、あ、本当はまあタイムリーとか打たれてこう1点とかまあなんとかなると思う、うん、ホームラン一発でもう1点じゃないですか、うん、それも3ラン3点だからいきなり3点って結構あの東海相模からすれば嫌な、慶応からすれば先生だけど先制点取って取られて何度かこううまく取り返していきたいねっていう話をしたんですけど、もうすぐに3点でホームランで点を取り返して最高の形で点を取り返したので、じゃあ今は慶応義塾に流れがいってるって感じですか？今のところですね。さらに畳みかけるともっと変わって、あ、そうなんだ、はい、楽しい。でもこんな簡単にこんな早い段階でこんな風に点が入るんですか？普通って。いや普通は入らない。そうですよね。レッスンが入るときに毎回こう試合のやつを自分で調べて見てるんですけど、大体こう0-0が続いてからの点が入るじゃないですか。最後に畳みかけるようにっていうのが、この一回でこんなに早く入るんだっていうのにすごいびっくりしてます。やっぱそれだけやっぱ両方がレベルが高いんじゃないですか。すごい。そうなんだ。すごい本気だなっていうのが伝わってくる。逆転スリーランホームランってプロ野球みたいじゃん、ね、すごい。ちょっとなかなかない、高校野球じゃなかなかない試合展開ですね。だこういう試合展開ってあの神奈川県大会とか、千葉県大会とかとか準々決勝ぐらいでそんななんかホームランボンボン出たりとかするんだけど、普通ね、ホームランスタンドインにしないで高校野球を終える人がほとんどだから、あーそうなんだ。ホームランだってそんな簡単に出ないですもんね。やってみたい。やってみたい。正木選手、今4番ホームラン打った正木選手なんですけど、あの春見た限りでは、春の大会見てるんですけど、そこまでホームランを打つっていう選手ではなかったんですよね。そうなんだ。どうだ、ちょっと打順、そんなにやっぱ個人が目立つっていうチームではなかったので、一発本当にいわゆるヒットでつないで点を取っていくっていうチームだったので、ああいう感じで先制ホームランでスリーランで点を取り返すっていう得点を取るっていうのは多分東海相模からしても予想外だったというか、あ、そうなんだ。間違いなく慶応義塾の選手もちょっとレベルアップしてるというか、侮れない存在になってきてないっていう感じですね。ずっと練習してるんでしょうね、ずっと練習しますよ、ね、朝から晩まで。え、毎日ですか？毎日、すごい。いやそれはね、あの別にあの全国で高校野球やってる高校球児はみんなそう、輝いてますね、背中からも。これでも多分打ち合いになるかもしれないですね。そうですね、練習メニューとか教えて。慶応ですかね。あ、慶応の先生に違うんですか？慶応はですね、結構方針として結構いわゆるなんていうんですか、ホームランを打つっていうのは結構最終的な目標で、いわゆる強い打球を打つとか、あとはあのキャッチボールみんな大事っていうじゃないですか。慶応も非常にキャッチボールを大事にしていて。キャッチボールって投げることね。まず投げて、しっかりと投げられることがあのレギュラー取れる条件ですね。おお、そっか、はい。そうか、やっぱりあのコート広いから遠くまでもしっかり相手に届くような。バッティングの方ではまあ強い打球を打つっていうことと、今ホームランってしっかりといわゆるミートする、ジャストミートするっていうことなんですけど、
あのそれを非常に大事にしていて、あのいわゆるあの野球ではコンタクトって言うんですけど、そのコンタクトを今非常にあの慶応大事にしてて、今正木選手のホームランっていうのはまさにそれが普段の練習が今実った瞬間だったんじゃないかなと思いますね。だって春の時にはそんなに目立たなかったって言ってたのに、うん、こう夏になって、うん、まあ、5ヶ月かしかない間で、はい、とてつもない努力をしてっていうことですもんね。それが今ここに現れた感じがして、なんか見てるこっちもすごい嬉しいというか、これ2塁でね、牽制アウトなんだけどね、サインが出てんだよね、キャッチャーから、今投げろって。そうなんだ。その瞬間にピッチャーが全然見てないんだけど振り向いて二塁に牽制するんだ。そうするとショートがサインで入ってるから、まあランナー騙されて帰れないっていう。へえ、あ、すごい応援してるよみんな。でもあれでさっき二塁アウトになってなければ、これで1点入ってたからね。そうすると3対2になってたから、あ、ほんとスレスレなんですね。ね、一瞬の問題。どう思いますか、川島副編集長。見えない。見え。見えない。マナミさん。出していいですか。そうですね。同い年でしょ。あ、もう一度。同い年、同い年のすっごいバッターがね、横浜にいるんです。あの、万波中世っていう横浜高校の、うん、万波中世みたいな、はい、万波中世、中世すごい、すごい名前の高校。高校じゃないか。名前です、横浜高校の万波中世っていう、そう、1年生。1年生、はい、私と同い年、日本人とナイジェリア人のハーフですね。へが苗字ですか。万波が苗字です。あ、なるほどなるほど。で中世が名前ですね。まあ何がすごいかというと、はい、パワーですね。あの今年のこの神奈川大会で、今その横浜スタジアムで、うん、あのバックスクリーン、はいはいはい、バックスクリーンってわかる、あの、うん、わかります選手の、ね、名前とか、あそこ、はい、あそこに直撃するホームランだったんです。あのまだその私たち生で見たことないとかっていうのもあって、はい、そのバッターの距離から、はい、その一番後ろまでってどれくらいの距離があるんですか。でも130ぐらい飛んでんじゃないかな、135メートル弾って言われてますね。それがもうこう振ったボールがいっちゃうぐらい。そう、しかも同い年。いやいやいや、1年生ってことは入ってすぐってことですよね。まだだって4ヶ月とかってことですか。そうですね、横浜高校にはもう一人いるんだよね。そうなんですか。あの1年生で、なんだっけ、あの斉藤くんじゃなくて斉藤大輝くんですね。同い年。同い年だね。もうセカンド、あの2塁とか、はい、サードとかショートとかもういろいろ守っているんですけど、うん、はい、あの万波くんはもう完全にパワーな感じなんですけど、うん、あの斉藤くんは守備もうまいですし、バッティングもいわゆるホームラン打つバッターじゃないんですけど、ヒット多く打てる選手で、うん、もう上級生と混じっても全然、うん、まあ、1年生なのって思えるぐらいの動きができる選手なんですよね。へー、やっぱパワーだけじゃなくてこう守備も大切ですね。うん、そうですね。じゃあもう中学生とか小学生の頃からずっと練習してきて、その高校に入ってこう出てるってことですか。もうその皆さん中学、もう高校に来てる球児っていうのはもう、うん、小学校から中学校でもう練習とかもやってるんですけど、万波くんと斉藤くんはその中でもエリニキのエリート。すごいな。万波さん、その135って言ってたじゃないですか、はい、私とかハンドボール投げとかでその体力測定あるじゃないですか、うん、10メートルですもん。まあ10メートルはちょっとあれなんじゃない。ちょっともうちょっと頑張った方がいい。それぐらいですよ。ハンドボール10メートルってそこぐらいまでじゃない。そうそこぐらいまで。それぐらいしか飛ばないです。そうなんだ。いくつぐらい飛びます。俺一応野球やってたしね。あそっか30とか。ハンドボール分かんないけど、
さすがに投げてバックスクリーンまで届くかって全然届かないですよね、うん、ピッチャーでプロでもいないんじゃないの、ほとんど。そうですよね。当たったんですか、ガンって当たったんですか。万波くんはそれでしかもバッティングで打って当ててるから、うん、すごかったよ、びっくりした。その試合も見てたんですか。ニュースですね。ちょっと私ちょっと他の試合行ってたので、その時も試合、ね、横浜高校ですごい層が厚くて、今年プロ野球注目選手とかもいるし、そんな中で1年生で背番号もらったってことがもうすでに奇跡。そっかそっか、確かに20人しか入れないから。そうですよね、うん、しかも競合ってなるとやっぱライバルも多くなるから、うん、いやーそうなんだ。その部活の人数って大体何人ぐらいいるんですか、野球部自体。寄っちゃうけど、うん、でも大体でも普通の高校とかでも60人ぐらいいるんじゃない。そんなにいるんだ。普通の公立校だと、まあ30から40ぐらいで、私立とかなると60から100。うわー、そんな、その中の20人でライバルがもう素晴らしく多いですね。200人いるところとかですね。そうですね、まあもう150人というところもありますね。すごい選抜の中の選抜ですよね。すごいな。一部の私立では、うん、もう20人って決まってて、60人とか40人とか50人、もう年間15人とか20人しか取りませんよって言って。そうなんだ。いやでも今こう投げてたりするときに下にこうキロが出るんですけど、もう普通に134とか140近くの110人とかがさっきあったから、もうなんかレベルっていうか桁が違う、うん、普通の人はどれぐらいなんですかね、普通の一般人が投げたら。普通の一般人が投げたら多分ハンドボール10メーターだったら多分6、70キロぐらいじゃないうちらの倍ぐらいで。確かに確かに。でも多分普通の成人男性が100キロ出すって結構早いよ。そう、だってボール100キロってその想像があんま湧かないですけど、うん、バッティングセンターとか行ったことない。ないな。あんまないですね。ある。あります。ある。です。何キロ。見てなかったです。打ってました。大体ね140キロぐらいだと線引いて見える。球がバッターボックス立ってて、で150キロとかだと一瞬だけ見える。生で見てみたいね。あ、絶対やめた方がいい。もう本当に家帰りたくなっちゃう、その球見ると。でもそんな球をボン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 今試合で。そうそう、それだけでもう本当メンタルが本当半端ないよね。そうですよね。マシンじゃなくて人が投げるボールですからね。そう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 。もうより速い、より速く見えるんです。どんな練習したらできるようになるんですか。確かに。ああ、なんかね、筋トレとかしてもあんま速くなるんですよね。とりあえず投げる。投げるも重要だし、あとなんかこうインナーマッスルって言って、体幹とか、いやそういうのがやっぱ投げる時には非常に重要で。なんか野球ってやっぱチームプレーだけど、今こうやって見てたらバッターボックスとかにこう立つ時って。やっぱちょっと個人プレーというか一人のこのね、うん、緊張感があるから、うん、みんな多分もうドキドキしながらこうやって構えてるんだなっていう表情が、うん、あー打った本当に慶応が入りませんでしたね、はい、そこがすごい今大事な視点で、うん、野球ってその競技団体っていうところと、うんはい、今おっしゃった打席に立った時のピッチャーってやっぱ個人技なところがあって、うん、個人技なところでどれだけ実力を磨けるかっていうところで、団体競技っていうのは結構あれ戦略を仕掛けるとか、うん、それをうまく重ね合いながらこう試合を進めていくのがこう野球なんですよね。うん、確かにな。なんか高校野球とか多分本当に初めて見るでしょ。ちゃんと、そうですね、ちゃんと見るの初めて。だからなんかその高校野球ってプロ野球と違って何が面白いんですかっていうね。プロ野球見れるじゃんか。でもみんな高校野球じゃないですか、うん、そこら辺はどうなんですか。
結構もうプロはもう完全に、あ、もちろん組織として戦うところは非常にもう想像以上に組織として戦ってるところはあるんですけど、うん、完全に個人の方がやっぱり 目立つんですね。あ、個人確かに確かに、本当にプロに行く人って、うん、この高校の中のすごい人が行くだから、うん、どちらかというと個人で目立っちゃうんですよね。でももう、そっかそっか、もうでもうプロ野球で12チームしかないからなんですけど、うん、高校ってもう神奈川でも180、90チームあるからもうすごい力の差が分かれちゃうんですよね、うん、もう本当にそれでもうリーグ戦とかがもしなったらもう完全に東海大相模とか慶応が勝っちゃうんですけど、これってトーナメントなんで1回勝負なんですよね。あ、何があるか分からないから、うん、普通のその学校が強い学校に勝っちゃう可能性があるんですよね。それでどう勝つかっていうと、ただ個人だけじゃなくてチームとして何を勝つにどうすればいいのかっていうところは全然バンカラーセ、いわゆるバンカラーセっていうんですけど、それが多いのがやっぱ高校野球の魅力なんじゃないかなって。確かに確かに、はい、まあ、なんか人生のほとんど捧げてるんだ。いや、あ、そう、なんかちょっとお聞きしたんですけど、こう元々あのその野球部とかマネージャーだったんですよね。そうですそうですそうです。そこからこう職業にしようっていつ思ったんですか。いや、もう実はマネージャーやる前からそういう、うん、野球に対してのなんか物書きっていうか、うん、そういう記者みたいなことになりたいんだなって、ね、ずっと思ってて、実現してる。で、まあ、ちょっとここへちょっと自分プレイヤーでは難しい、ここで難しいなと思ってたので、うん、まあ、せっかくここを住むならば、まあ、強いところでやるなと思って、うん、その時近くの学校で甲子園出場したことのある監督のもと、監督がある高校があって、そこであれなんですよね、そこの学校に行って、その監督に非常にお世話になって、いろいろ野球観とか野球の見方とかも教わりまして、まあ、非常に今の記者生活の結構基礎になってるんじゃないかなと思います。じゃあ夢を実現したと、ということになりますね。すごいですね。すごい。俺だけだな、サラリーマン。打った打った打った、おー、走ってる走ってる、山田さんが。この山田くんなんですけど、はい、春の大会で横浜とやってて、横浜のエースからホームラン打ってる選手ですね。藤平くん、はい、藤平くんってプロ注目のピッチャーなんですけど、彼が打ったことで延長戦になったんです。すごいすごい、なんかよく知ってるよね。いや、改めてね、春の大会見てないよね。でも大体こう選手の名前って把握してるんですか。まあ、相模とか慶応とかなると、まあ主力は大体こう頭に入れる感じですね。大体なんかシニアとかね、はい、あ、山田動けない、高校野球は投手が打ちますよね。打ちますね。打ちますね。まあ打ちます。打つっていうか、まあやっぱりどうしても高校野球ってピッチャーが中心でチーム動くっていうチームが多くて、やっぱり基本的にピッチャーが、ピッチャーってもう野球の中で一番難しいポジションっていうか、身体能力っていうか能力が問われるポジションなんで、だから結構バッティングもいいし、守備も案外上手い選手も多いんですよね、高校野球だと。まあ、だから結構ピッチャーがもうその打線の中心、チームの中心なので、打線の中心になるものが非常に多いんですよね。でも山田君も、まあ、非常に体格的に非常にあまり大きくはないんですけど、うん、今みたいに非常に打撃戦センスが非常にいい選手なんですよね。1、2塁間のゴロは渡り取った、自分でベースを踏む、セカンドにツーベース、東海大相模点取らなかった、入らなかったですね。入らなかったですね。なかなかあれですね、3対1で動かないですね。動かないね。ただね、当たりが結構いい当たりがだいぶ飛んでるので、これちょっとピッチャーが球数投げてくるとやっぱ疲れるんだよね、あれね。ああ、やっぱそっか。で、そうすると多分もうちょっと芯食ってきちゃうんじゃないかなっていう。うん、集中力とかもありますもんね。思いますね。身体もそうだし。芯を食うって意味わかる？わかんないでしょ。神経？芯を食う。芯を食う。バットってさ、
こうあるじゃん、はいはい、でどこに当たっても飛ぶわけじゃなくて、うん、この芯の部分に当たんないと、あの内野とか越えないのよ、うんうんうん、ここの先生が言ってました、言ってた、そう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 キラキラした目で、そう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 だから ここを当たるとすごい飛んでいくんだけど、なんかこうまだちょっと変化球が曲がったりとか球の勢いあったりとかするとちょっとそれがこう微妙にずれたりとか多分今してるから、そうですね。一つ質問いいですか？あのピッチャーの人って次に投げるボールとかってなんかその変化球とかってどうやって決めてる、はい、してるんですか？まあ非常にいろいろありますね、うん、まずバッターの特徴、うん、例えばあのバッターあのいわゆるインコースとかアウトコースとかありますけど、インコースわかる、分かる、分かる、体に近い方と遠い方ね、はい、が強いバッターとか、うん、例えばあとストレートが強いとか変化球が弱いバッターなのかとかを見て投げたりとか、あとは、前の打席で何打ったのか、うん、どこ打ってたのかとかそういうのも考えっていうのも2つ目 であとはそうですね、これまでのやっぱその、うん、あとはもう本当にあと結構感性というかひらめきで得意なコースなんだけどここ投げたらいけん、あのバッターにとって得意なコースでもここ投げたら実はいけるんじゃないかとか、うん、結構データといわゆる感性、この2つで結構ピッチャーって組み立てるんですよね。じゃあもうすっごい、やなんか重要な役割だから、うん、ピッチャーも勉強が必要ってことですか？ピッチャーとあと今してないと、ね、キャッチャーですね、一番キャッチャーが結構サインを出すんですよね、その何を投げる、すっ、試合終わった後にあの監督にお前なんであの時スライダー投げたんだとか言われるから、うん、基本的には全部覚えてるのよ。今の体勢ですとワンバンの投球は正解でしょうか？みんなあのミーティングとかですごい聞かれて、うん、怖い、そうなんだ、ちょっと怖いですね、ちょっと怖い、ちょっと怖い、何あの時相手投げたんだ、そうそうそう、なんでとかちょっとな、爪が割れちゃってたんだよなとか思って思うけど言えないじゃん。キャプテンの大串、あ、デッドボールです。あ、こうなるとどうなるんですか？一塁に行けますよ。そうですよね、やられたことあります。え、学校のソフトボールデッドボール、あー痛い痛いって、多分比べ物なんないぐらい痛いけどね。そうですよ、137キロで投げられて痛い痛いわけじゃない。あのボール触ったことある？公式の、公式じゃないかも、柔らかい、 この位置でポーンって投げて頭にぶつけたら激痛だと思う。どんな感じですか？もうコツンコツン、もう硬いんですか？石みたいな感じですか？石だと思って、岩、石だと思っていただいた方がいいです。それが今体にバーンって当たりって、痛い、朝の130キロぐらい、やだ、もう朝になる、普通に痛いとかじゃないよね、ない、あの縫い目がね、朝になる。でもそれってよくあることなんですか？そんなにない、ないかな、なかなかない、そんなに1試合に2個も3個ぶつけられてるんですか？それはちょっと問題ある、それ問題ある、うん、1年いけちゃうのもんね、大きい、でも当たんないで1塁いければよくない？あ、そうか、確かに、すごい痛いんだあれすごい痛いの。で、あの当て方もみんな練習するのね、当たり方、当たり方、へえ、痛くないように、そうだから例えばなんかここら辺とか当たっちゃうと骨折れちゃうからさ、うんうん、か背中で当たるようにするとかさ、背中でも痛いのに、痛いのに、うん、腕とか肘とか当たっちゃうと野球ね、投げられないから、うん、こう当たったりとか、ストライクが今シュッてめっちゃ綺麗だった。だからいわゆるバッターでもこう肘当てっていうのをやってる選手もいるんですね、ここに。何をやるんですか？肘当てです、ここ。ああ、レガースみたいな、このバッターはつけてないんだけど、膝当てやってると思うんですよ、あのここの足、で右足につけるのはこう避けた時にこっちに当たりやすいから、ああ
そうなんだ。私あの結構自打球っていうのが痛くてですね、自分で打ったやつが当たるんですよ。え足によく自分で打ったやつが、うん、こうやってくるんですか。そんなブーメランなわけないじゃん。こう打ったらさ、ここで直撃するわけ、こうやって。ああ。そう。あ、バットじゃない、ボールね。ボール。バット直撃したらもう。ああ。バットこうやって振ってんだけど、ここに当たるってことがあって。ああ。それの防止のためにああいうレガースとか。絶対痛いわ。普通に本気でこうね。うん、だし当たると思ってないじゃんこっち、そうです、ね、デッドボールだったら瞬間的にあ来るなって思うじゃん、自打球だけどさ本当に予想しないで当たる痛い不意打ちですよね、しかも自分で当たったしいやもうさっきからバンバン打って、ああいけいけ、あっ1点追加して4対1、慶応技術技術が良すぎる、なんかもう下馬評はね、東海大相模の方がそうですね、バッティングもいいですし、やっぱピッチャーもレベルは高いんですけど、ここまで慶応のバッティングが非常にいいというか、すごいすごいね。いやもうなんか野球っていろんな身体能力が必要だから走るのも速くなきゃ絶対ダメですもんね。そうですね、ただ打ってパワーがあって投げるコントロールがあってじゃなくて、すごいな、こうやってちゃんと見ると、うん、今これどういうのを話してるんですか。まあ、試合の状況とか、うん、あとは結構落ち着かせるっていうのもありますね。周りをこう集まって、そう、このまま行くと結構高校生って結構焦りやすいから、そうだね、ここ一旦間を落ち着かせて、じゃあこういう風にしようとか冷静になろうってこうっていう風に感じですね。へー、そうなんだ。でもなんか結構茶化しに来るやつがいるからね。え、本当にどういうことですか。なんかもう本当に笑場を和ますために、うん、あのなんていうの、茶化しに来るやつ超いいやつじゃないですか。それでもそれもそれですごい重要なんだよね。うん、あー、あー、ましたね。これ2点入りますね。どっちだ、7対1、慶応がまた点を追加しましたね。慶応が今6対1、6対1に多分これは、多分みんな多分ここに来てる人たちは多分みんな予想外だと思います。予想外、ね、でもこの今5点差ってやっぱり詰めるのはすごい時間がかかるというか難しいことなんですか。今からだと東海相模って非常に攻撃力があるんで、何かのきっかけで一気に畳みかける。あ、例えばエラーって分かりますね、はいはい、そういうとかフォアボールとか、うん、結構予想外のミスで一気に、そういう時に、なると相模もチャンスなんですね。だから、あ、そうなんだ。でもここまで慶応義塾は非常に結構早い打球飛んでるじゃないですか、うん、非常に守ってますよね。それがうまく慶応ができれば勝利はうまくだんだん近づく。はあ、じゃあもうずっと最後まで絶対に油断ができない試合。そうなんです。どんだけ点差を開かせても、はい、ピッチャー交代しました、ね、ピッチャー交代しました。この方なのね。でも左から左なんですね。あ、2年生だから一つ上の先輩じゃないですか。あ、2年生同い年です。あ、じゃあ同い年。おお、いや、なんかなんて言うんですか、最近までその中学生だったっていうのもあって、ちょっと中学生と高校生の差っていうのがちょっとすごい大人っぽく見えたりするんですよ。だけどいざね、こうやって高校1年生になって同い年とか1個差ぐらいの方が出てるって思うと、なんかちょっと不思議な感じになります。なんかあんま同い年に思えないってなんかちょっと本音というか、こう自分の周りでこう野球をこんなに本気でやってる友達がいないので、なんかリアル本なんだろう、現実味がないというか。そうよね、あんまりね、野球部の人はもちろんいましたけど、こんなにも本気の人は見たことなかったです、実際野球部ってモテました。私今中3なんですけれども、あんまモテてるイメージはないですね。でもびっくりしたのが、なんか野球部の人って
日焼け止め塗ってるんですよ。いや、我々の時は塗ってない。個人差があるからね。まあまあ、日焼け止めとか塗ってないね。だって塗ってないでしょ、この黒子。塗ってないです。でもなんか野球部、なんか部活でモテるというか、野球部だけどなんかそのなんていうの、走るのが速いとか、その野球の中でもやっぱ打つのが上手い人、投げるのが上手い人があるけど、その中でも走るのが速い人は持っていた気がするね。なんか結構体育祭とかでも注目されてます。そう。あとは多分私の学校だけかもしれないんですけど、バスケ部が持っててます。バスケ部、バスケ強いんじゃないの。あ、そうかもしれない。あ、勝ってます。たくさん大会とかで。いや、でもまあ何にせよスポーツにもうここまで必死になってたら誰でもモテちゃう気がする。かっこいい。なんかそのかっこよく見えるというか、キラキラしてるから、部活動画でその人のね、その人がのモテみたいな。なんか帽子かぶったりユニフォーム着てると、あの、なんていうの、ちょっとね、かっこよく見えちゃうんだよね。で、そう、あのなんかこう帽子だからさ、顔あんま見えない。うん、で、なんか昔ラブレーターもらったことあるんだけど、野球やってる姿しか見てなくてもらったからさ、普通見たら普通じゃねえかみたいな。そんな、一回あの振られたことあるね。苦い思い出、今生中継で思い出させちゃった。そういえばね。そういえば。でも一つ気になるんですけど、あの高校野球の人ってみんなあの丸刈りじゃないですか。はい、それってなんか理由があるんですか。あ、別にルールはないです。なんかみんなじゃないですか。慶応はそうじゃなくていい。そうじゃなくていい。だってさっきベンチの方とか全然違かったから、あ、そういうルールとかではないんだ。いや、全然全然、まあ基本坊主ですよ。なんかわかんないけど、なんかわかんない。蒸れちゃうんですかね。いや、伝統。あれもね、結構メッシュ素材になってた。実を言うとメッシュ素材だったっていう。スースーしてるんだけど、そんなに蒸れないんだけど。まあね、気合い入れとかもあるのかな。なんかね、地方大会をあんまりこう有名校とかじゃなくて、あの勝ち抜いていったりとかするじゃん。で、甲子園行ったりとかするじゃん。その時になんか急いでみんな坊主だって坊主にするところはある。へぇー、気合いみたいな。甲子園で挑発はいない。ですよね。まあ、慶応ぐらいの長さは、まあ、長さはまあ許容範囲。長さ、髪の毛の長さの許容範囲が。すごい、そろってる。すごいメガホン、ね。あれはでも全員部員ですもんね。部員もそうですし。応援。あんだけさっきあれを見て何人なんだろうっていうのすごい思って。いや、もう本当に人いる。今その映ったんですけど、この選手以外にもね、あの同じ学校のなんかマネージャーとか、まあ、応援してる人たちの目も違いますもんね。うん、もうめちゃくちゃ本気というか、もう本当に頑張ってほしいっていう気持ちがこもってるから、そういうね、なんかがちょっと応援はすごい激しいですよ。うん、ちょっとカメラに映ったらこっちまでちょっとなんか涙が出てくるじゃないけど、感動とかありますもんね。よくね、甲子園とかでも抜かれるじゃないですか、チアリーダーの、ね、ああいうのはなんか見るとああって思いますけど、頑張ってほしいなとか思うけど、もうどうしようもない差がついちゃってたりとかね。ずっとなんかね、やっぱ辛い、すごいかわいそうだなと思うけど、どうですか。まあそうですね。あの結構やっぱり強いチーム、いや普通の孤立が結構強いチームとぶつかってる時に、そういう学校の結構なんか結構応援が結構あれすごい良くて、で神奈川の学校で、結構なんか私学の方、結構男の方が、なんか男の応援が結構強くて、公立は結構女の子の応援が、非常に多いんで、あれなんですよね。川島さん、はい、一回ジェイリーズのミュージックビデオ見ましょうか。あ、そうですね。いいんですか。え、本当にこのタイミングなので。ありがとうございます。ありがとうございます。 TVK 今 CM 中なので。はい、あ、そうですね。一回行きましょうか。では私たちの、ドリームアーチミュージックビデオどうぞ。
神奈川大会5連覇がありました。はい、はい、どうでしたかミュージックビデオ。いや非常に高校野球ドットコム副編集長として。聞きたい聞きたい聞きたい。どうですか。ちょっと私あまり音楽あまり聞くっていうか、あそういうただなんか非常に何て言うんですかね、元気にするようなっていうか、はい、なんか結構本格的な、結構自分千葉なんで、千葉テレビとかこういうなんかそういう若い子たちがやってるんですけど、ちょっと TBS 結構本格的な感じで驚きました。ありがとうございます。本気なんだね。そうですよね。本気なんだね。今回のそのミュージックビデオは、うん、その見た目とかあんま気にせず、うん、とりあえず全力でダンスと歌う感じなので、すごいそこがでもなんかかっこいい映像でしたけどね。すごいかっこよかった。いや選手の皆さんに負けないぐらいの熱さをっていうのを自分たちでもこうすごく思ってイメージして勝ってるかもしれないですね。いやいやいや、もうこれ全然だけど。宣伝いってみましょうか。宣伝ですか。そう、今聞いていただいたのがですね、8月3日リリースのドリームアーチなので、ぜひ皆さんこれ聞いて一緒に応援しましょう。じゃあそろそろもう4回なので、なあ試合の予想でもいきましょう。これは空振りです。あ、そうですね、いろんな方の視点がありますもんね。そう、JD's 予想でいうと、今現時点ではこうですもんね、うん、そうですね。慶応義塾が6点、東海大相模が1点だから、うん、いやーでも前の慶応義塾VS 鎌倉の時の試合の時も、最初鎌倉勝ってたんですけど、慶応義塾がこうだん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 上がってきたりっていう、でもこれから全然変わってくるっちゃ変わってくるから予想はしにくいけど、じゃあこう 5人でやりますか。いいですよ。せーので、どっちってこうやります、指差しみたいな。あ、せーので、どっち行きましょうか。はい、これ外したくないな。まあ俺は別に仕事じゃないからな。いやいや、自分は高校野球ドットコムの副編集長が外したらやばいじゃん。やばいですね。結構プレッシャーかけますけど、でも何が起きるか分かんないですからね。こんな感じになるんじゃないかっていう予想もします。そう、うん、あ、じゃあなんか行きましょうか。どっちがまず勝つか、はい、せーので、せーの、お相模、慶応です。慶応3票、東海大相模2票。やっぱ私こっち。ちょっと待って、私一人になっちゃったじゃん。いや、じゃあ私はもう東海大相模がにつきますよ、一人でも。もうなんかもうそのすごいよね、もう6対1っていうスコア見て東海大相模に晴れるっていうのがすごいよね。でも本当にその間のこの間のレースの試合もそうだったんですけど、ありえるんですよね、これ いきなり1対6でも逆になることがあるから。そうで、なんかもう本当どちらも本当強いし、こういろんな思いがあるから、どちらも頑張れって思ってるんですけど、でもなんかこうなんていうんですか、勝てもなんかこう追い上げてほしいなみたいな気持ちも込めて。でも確かに東海大相模はそれを逆転するだけの力は持ってますね。あとあれですよね、8年前って慶応が勝ってる、そのリベンジをしたいっていう気持ちが強いんじゃないかなっていうのが。でも慶応だな、最後慶応だな。多分その8年前はね、多分今やってる人たち誰も覚えてないね。全然メンバーも違うしね。だって同い年。うちらだって8歳だったんですよ。っていうのがあるけど。聞きたいですね。そうですね。自分は7-6で慶応勝つんじゃないかとか、8-7まで行くんじゃないかなっていう気がすごい。だから慶応とすれば7点目をとりあえず何としても取るというか、個人的にはもう慶応は正直コールドで決めちゃった方が、何も試合が動かず、もう静かに終わらせたいっていうところなんですよね、慶応としては。もう本当に7点目8点目、これを本当に取れるかっていうところが
あのこの試合のポイントで、このままもたもたいくと佐賀も十分チャンスがある。ああ、はい、ホールドあるんだよね。ホールドありますね。ホールドって何ですか？ホールドの条件は5回までは10点差以上、うん、で5回から、まあ、9回か8回の手前までだったら7点差がついちゃうとホールドになっちゃう、うん、だから今結構ギリギリで、うん、ギリですよ、ね、6対1だからこれなんかツーランホームランとか打っちゃうと、うん、もう8対1になると6回とかでホールドになっちゃう可能性はそういうことなんですね。いやーどっちも頑張ってほしいけど、いやでもこれ試合終了後どういうね、そうだからもう本当にあと20分ぐらいで終わっちゃうかもしれないよね。そうですよね。そっかそっか、それによって、やだ本当にここまで差がつく。僕はね、今 6-1 ですけど、うん、慶応義塾ってそのなんていうの、2人目3人目のピッチャーがすごいいいかっていうと、今もうエースが投げちゃってるから、だからエースが4点ぐらい取られちゃうと、まあ慶応義塾じゃなくて多分相模が逆転しちゃうかなと思うけど、でもまあその前に終わるんじゃないかなって。6対3、これ今見てる方どっちなんでしょうね。どっちが多いんだろう、どっちなんだろう。いや慶応じゃないの？慶応がそのあの守備、いやそう守備うまい、守備いいですね。で森田君がかなりあのいわゆる今ゴロを出したじゃないですか。それが非常にうまいんですよね。なんかやっぱこのまま今6対1だとずっと勝ち続けたいっていう気持ちで行くんじゃないかなっていうのは思うんですけど、ね。取られたくないじゃないですか今の空中でこれで逆転されたら、ねえホームランも打っててさーってなるから6対1で分かんないもんな。6対1難しいもんね。なんかね点差がね2対1の時に、うん、例えばなんかこうランナーが一塁にいるとするじゃない、うん、行った時に1点差だったらみんな送りバントするのね。でランナーを二塁に進めるってことするんだけど、6対1開いちゃってるともうそんなことしないから結構ね野球が大味になっちゃうのよ。大味？あのもう打つってだけ。ああ。もう細かい、ね、細かい作戦なしみたいな。とりあえずとりあえずってこと。それは。ああやっぱ慶応。視聴者の皆さんやっぱ慶応が多い。試合が始まって1時間が過ぎました、でも慶応勝っちゃうと5回の表東海大相模の攻撃は1番の佐藤から始まります。シードは第1シードなんですけど初球をしました。ショートゴロ瀬戸西、いい指摘です。多分佐賀に俺も素晴らしいワンナーカーだろうってみんな見てます、ね、そっか。そうです私も守備が高いですね。佐賀もいるかなって、はい、ここまで上がってくる、まあ、8チームですか。僕今見たら、はい、あれ東海大相模の守備はもう鍛えられてますよね。逆じゃキャプテンの瀬戸西2点タイムリースリーベースがあります。でもなんかやっぱバッターは小松1年生、慶応も守備うまいし、なんか本当に大学生が今日の小松は守備してんじゃないかなっていうぐらいなんか完成度がすごく高いかな。本当にやっぱ改めて高校生だと思いません。私はレベルが高いですね。すごく高いし一番バッター1年生だから1年生でしょ一年生だよね。まあでも試合のポイントとしては1年生の子がいきなり出たとか結構大きいですよね。でもこの夏はどうですか。これでストライク1つ。ああ見て。初出場の対戦は2019年今日の試合で彼がいきなりヒットで出たっていうのはもしかして結構大きいですか。結構ピッチャーってワンアウトランナー1塁2俊足小松。先頭をどう打ち取れるかって結構大事なんですよね。2008年の90回北神奈川の決勝では先頭で延長13回9対6で慶応が勝って甲子園に行ったという決勝がありました。ホームランの大会がすると一気に肩崩れちゃって、その時の東海大相模の得点は現在ジャイアンツの太田大使でした。140キロ投げるピッチャーがいて、キーピッチャーが池のホームランを大きな声を一つ出した山田圭太。そしたらその後にフォアボールを1回出したので、その1イニングで1回も終わらないで6点ぐらい取られちゃって終わっちゃったんですよ。でそれで打線が逆転してなんと勝ったんですけど、次の試合でまた出てきたんですよ。それまたいやいいゴールなんですけどもね、その先頭のバンバン抑えたらスイスにいっちゃって完封しちゃって分かんない、はい、だから本当にあの先頭へヒットを1番の下山1年生下山君が安打打ったっていうことが
結構実は結構意味がある。ここは少し力が入りました。でもその日のコンディションもありますよね。そうこの回はワンアウトからリバウンドを使ったバーボー。本当に毎日練習して毎日投げ込んで投げてる、うん、5回5点差を全然ストライク入らないですから本当にあるかな。そうなんだ。でもやっぱ緊張には強いんですかね。みんな緊張してますよね。でも、うん、でもまあ結構やっぱり野球ってメンタルのスポーツだと思うから。あのたくさんの人が見てたよ、ねうん、あれ結構聞こえるからね。普通に喋ってる声でセカンドゴロプレーしてる。矢沢、瀬戸西、渡辺に送ってダブルプレー。全然守ってて、まあ、僕とかよく聞こえてたけど、まあ、集中してなかったって言えんのかも。大口から始まります。5点リードの KO5 回の裏。これやっぱ6回表ぐらいの攻撃が結構あれなのかな。そうですね。いわゆるグラウンド整備、5回終わるとグラウンド整備やるんですよ。一旦そうなんですよ。ま、毎試合ドローンも全部そうで、もう一回でグラウンド整備 し直す。で結構6回って結構仕切り直すイニングって言われてて、それ結構動くことが多いんですよね。だからここを結構大事にするチームって結構多いです。だから6回のどう動くかの攻防も結構大事なんですよね。6回表の東海大相模の攻撃が結構肝なんじゃないでしょうか。時間がね空くのよ。どれぐらいですか？グラウンド整備やってるから、うん、みんな終わったらすぐ行ってマウンドで投げてってやれるんだけど、みんなグラウンド整備わーってやるから、どのぐらいでやっぱ10分ぐらい空くのかな。でもやっぱ、ね、それがっ違いますもんね。それがちょっと嫌で、気持ちがちょっと変わってくるかな。またこの6回7回って結構ピッチャーが結構苦しむんですよ。へばることが多いんですよ。でここを乗り切ると結構そのまま完封しちゃうピッチャーとか完投しちゃうんですけど、ここで結構へばって乗り切れるかどうかっていうところなんで、ね、10分空くと集中力切れそうですけどね。切れるし、なんか今日ご飯なんだろうなとか考える隙間、あ、4番2本目だよ。2本目ですね。慶応の4番の正木選手がツーラン、今日2本目のホームラン。今日2本目ホームラン。今点差どうなってますか？ 8対1になります。これちょっとすごいな。あれ慶応じゃないですか。これは慶応じゃないですか。もうとにかく7点目8点目っていうのだって、6回点入らなかったら終わりだもん、ね、終わりですね。あ、終わっちゃうよこの試合。やだてか、あと3点この回で KO 取っちゃえばもうコールドになっちゃうし、ね、そっか。でも多分東海大相模がコールドで負けたことなんて近年あるのっていう。今日屈辱、今8点取れてるの相模と屈辱の試合のようですね。絶対そうだと思う。じゃあ今点差動いてからのちょっと川島さんからの見どころのポイントとかってありますか？そうですね、どうやってどういう視点で見たら面白いみたいな。もう相模はもうピッチャー変えた方がいいと思う。まあ、エースが投げてないんだよね、はい、あ、そっか、はい、ピッチャーってどれぐらいのあれで変わるんですか？いやもう状況によります。もう打たれた時とか、うん、あと、スタミナ、先ほどおっしゃったスタミナとか、あと試合展開、これもうここなんかやらないとなんか動きそうだなっていうの、うん、もう事前に動いて動く時もありますし、ピッチャーが先発がもともと完投する能力はないけど、まあ、5回まで予定までこっちは予定5回までねっていう感じで変わる時もある。今回も相模からすると8対1も劣勢なんで動いた方がいいって感じですね。これ多分変えるんじゃないの。ここでピッチャー変わりますね。これエースですか？エースですね。プロ注目のピッチャーなんで、これでまたじゃあ試合が動くっていうのがあり得るんですかね。もうこれで多分、バチバチに抑えて流れがちょっと変わるかなっていうぐらいじゃない。でもいずれにしても6回1点取れなければ東海大相模はホールドになっちゃうから、じゃあ今腕鳴らしですか？そう、甘い球じゃないんですよね。川島さんからの見どころポイントが
それですね。それこれですね。これですね。東海大相模のピッチャーで決まる。もう北村で、北村くんがどれだけ投げれるかっていうところですね。北村さんもうでも最後ですもんね。3年生だから。いやもう本気の目、本気の目だ。あ、背番号11なんですけどエースなんですかって聞くんですけど、はい、もうここぐらいになってるともう背番号関係ないです。あ、そうなんだ。背番号1だからエースってわけじゃないです。なんか例えば2年生でエースだけど11番で投げてるとか、まあ、これだけ部員もいて、なので。あ、悔しい顔してる。まあそうだね。まあでも俺も北村くんが投げてくると思う。あんまり南東派よりもね、そのこういう剛速球投げる方が集中力がもう伝わってくる。もうこれ撮ってるカメラさんも上手いですよ。もうこんないいポジションから撮って、もう見てるこっちすもうハラハラするような。これ重要じゃない彼。いやいや、この今立ってる6番の、まあ慶応まだ入りませんでしたね。あんまりフィールディング上手くないですか。上手くないんですよ。どういう意味ですか。要はこうちょっとディープすぎてよくわかんない。ですよね。今バントしてピッチャーが取ったでしょ。ピッチャーが取った時結構強めのゴロだったから、あれフィールディングがうまいピッチャーだと二塁で刺せるのよ。フィールディングって何ですか。守備です。守備取って投げるっていうのを。確かにちょっと時間が、そうなんかあんまり自信がないと投げないんだけど二塁って、でもあのタイミングだったら多分アウトにしてる。アウトだったはず。ベンチが目の前にこう目が入るんですよね。そういうところで今ツーアウトですか。すごいね。よく上から落ちてくるの取れますよね。私あれ絶対取れない。怖い。顔面ガスとか。あれもだって硬いんですもんね。いやそれそれ。いきなり柔らかくなったりします。あれ顔に当たったら超痛い。痛そう。痛い。ありますか。ある。俺一回あるのが取りに行ってこけたところにボールが落ちてる。体が折れちゃいそうな気がするんだけど。痛かったな。痛かったなって思い出す。そう。北村君やっぱりいいですね。あ、いいんですかやっぱり。基本的に140キロ超えてるじゃん。確かに確かに全部いる。140キロ、150キロ投げない。いやー40後半8ぐらいですね。もうすごいな。でもこれ変わったことによって慶応はどういう気持ちなんですかね。これちょっといい流れになるかもしれないな。頑張れ。もうドキドキしちゃう。今日の北村くん非常にやっぱり今見れば気持ちがみなぎってるので、ですよね。今最後何投げたの。スライダーですね。スライダー投げてるの。はい。あのスライダーがすごいいいんですよ。一番の決め球なんで。スライダーっていうのは。そう、私スライダー知ってます。知ってる。スライダーだけは知ってます。スライダーだけはちょっと知ってて、あれですよね。普通カーブじゃないの。そう、いきなりキュッて変わるっていうことですよね。そう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 。もう私もそれだけは分かる。それって投げ方でできるんですか。投げ方でできます。でもそれって相当なテクニックがいりますか。でもスライダーはそんなに難しくないです。ああ、そうなんだ。基本的には縫い目を変えてこう投げるのをこうやって投げればいいだけなんで、基本的には。いや全然難しいです。全然難しい。だからこう投げるやつをこうやって投げれば、そしたらスピードが出ないんじゃないですか。まあ基本的には同じ腕の振りで、で縫い目に指が引っかかってるからスライダーっていうのは結構スピードが出るんですよね。へえ。あと投げ方こうなんですね。あ、そこ。投げ方はこうこうやってボールをこうやって、あ、こうじゃないね。それだからハンドボールよ。ハンドボール投げで。そう。あ、これ入れるんだ。びっくりした。今あれです、整備中ですよ。今そう。でこれ今から6回目かな。でももしかして東海大相模って慶応に相性悪いとかあるの。ど
どうなんですかね。最初ただあのだって8年前も負けてるわけでしょ。確かただあの誰かと見ると全部ストレートなんですよ。全部今ストレート直球だからキャッチャーの配球にもちょっと課題があるんじゃないかなと。さっきの正木くん2本目も打ったじゃないですか、はい、あれも全部ストレートだったんですよ、うん、そうだね。同じはどうだった。同じあ変化球でどう打たせようかっていうかストレートでどう打たせようかっていう今日は相模のバッテリーから見ると意図を感じられないというか、北村くんの攻めは非常に良かったです。もうスライダーで決めるっていうのが出てあったんで、多分難しいよね、その攻め方とか、そう攻め方とかね、これだから1本目打った球と同じ球種と同じコースのそっか、だから同じパターンのことやってるからその対策がないんじゃないのっていうのを、そういうことか、一回やってるから二回目はないようにしたかったけど、例えばほらコースを変えるとか、うん、球種を変えるとかっていうことしないとダメだったんじゃないのっていうのを言いたいわけですよね。そうですね。難しい。じゃあこの回はあの川島一球解説。わかりました。わかりました。まあ、結構多分キーの、ね、うん、この6回が6回の攻防がどうもう本当に動くか大事なので、うん、じゃあお茶も飲んでもらってお茶も飲んでいただいて、飲んでもらってもうこの一球一球で行っていただいて、はいはい、4番から4番バッターかじゃないですか。その4番バッターがすごいとかっての分かるのかな。分かります。あ、はい、分かります。ああ、うん、打ったらどっち走るかとか分かるんだよね。あ、右右。そう、全然分かりますよ。すごいだよ。あ、すいません、すいません生放送なのに、赤尾くんですよね。赤尾くんです。赤尾くんは非常にですね、ストレートが強いというか、うん、4番バッターです。そうですね、パワーが結構あるんで、ストレート結構詰まってでも打てる選手なんですね。いや、詰まさっきのどんどんそう触れる選手なんですね。すごっ、バックスクリーン当たった。当たった。当たった、はい、あれじゃないですか、万波中世ちょうど万波が当てたぐらいのところ当たってんじゃないの。そうですね、すごい。今のは結構緩いボールの結構高めの高めに入ったゾーンなので、外のスライダーなんですよね。これもう引きつけて、いやこれは基本的にはさっき川島さんが言ったように、うん、彼ストレート強いって思ってるから変化球から入ってるわけですよ、うん、でそれがすごくとんでもなく高めに浮いてきちゃって、うん、高くなるとホームランになりやすい、角度つくから。そうそうですね、うん、まあ、非常にもうホームラン打ってください的な感じのボールの軌道ですね、うん、8対2です。はい、8対2に変わったということで、いや頑張ってほしい。頑張ってほしい。まだ相模押しなんだね。うん、うん、まあ、森田君はあの一応6点差あるんで、無理に全然ストレートコース勝負しなくていいですよね、うん、あの全然フォアボールでも、フォアボール出たからといって焦んなくてもいいんですよ。頑張れ頑張れ。まあ、そんなに球速も変わってないし、ただなんかこう東海大相模の方がなんかこう作戦持ってたりとかすると、この回もうちょっとなんか点がバタバタ入るかもしれない、うん、今喋ってるピッチャーとキャッチャーが、うん、なんかいい、なんかいい、いいか、そんなろくなこと喋ってないよえただなんかキャッチャーやっぱり女房役って言われるぐらいだから、ピッチャーで投げてた時になんかそういうなんて言うんだろうな、非常にモチベーションが湧くようなことを言ってくれる。
例えばお前今日球来てるよとか走ってるよとか早いよ今日はいいよとか、いやなんかちゃんと勝負すればお前なら絶対みたいな、いいですね、いい。さあ北村くんですね、やっぱピッチャーが登板したピッチャーで、この北村くんが打つか打たないかでこのピッチングのさらに良くなる可能性、まあ、今もいいんですけど北村くんが打つことでちょっと相模もあの流れがちょっと傾くんじゃないかな、まだ6点差ですけど、結構彼はちょっと打たせちゃいけない選手ですね。はい、そうなんだ、はい、乗っちゃいそうなタイプだしね、非常に気持ちがある選手なので、はい、3球目、あーダブルプレー、今慶応のこうミスというか、そうですね、普通にあのセーブになってもダブルプレーになってもダブルプレーじゃなくてもワンアウト一塁、それがワンアウト二塁になったから結果的にあんまり変わってないから。これでも慶応の二遊間すごい上手かったんだけどな、まあ、スローイングがちょっとあれでさ、二塁の後ろにちょっと、あとあのランナーとねちょっと被ってるんですよね、あの投げるときに多分一塁が見えなかったこの戸崎のところに背番号9番今日先発でしたスターティングメンバー、東海大相模勝った俺すごい予想士だと思うよ、あ私、あいやもう本当頑張って頑張ってって心の中でね、多分今日来てるからきっとなんかトトとか買いに行った方がいいんじゃない、トトトトなんですか、あそうだよねそうだよ、ね、そうだよ、宝くじみたいな、キャプテンの戸崎初球打ちましたショートゴロ、北村動けない、瀬戸にすごい、なんかすごい、えすごいよ、あなんか今荒れてますよね今、うーんそうですね、これ一度タイム取った方がいいですね、うん絶対ね、滑ってる、普通に処理すればもうツーアウト二塁になる、ね、これねこけてるんだよね、なんでこうなっちゃうんですか、すごいそれでも投げる、僕たちって高校野球の練習してるんで土のグラウンドなのよ、いつもでこれ人工芝とか天然芝とかでやるのがすごく慣れてなくて、で一番難しいのがあの芝と土の切れ目のところにバウンドしたりとかすると、バウンド変わったりとかするんですよ、だから結構やっぱ高校生がこういうなんかこういいグラウンドでやるって経験がほとんどないから、確かに甲子園とかみんな土じゃん、ひょっとすると感じていないかもしれません、難しいよね、逆にいいのが悪くて出ちゃうっていう、そうしかも泉田さんこういった場面でここまででもあの無理だと攻め方は全然インコース攻めたりとか、あのホームラン赤尾君にホームラン出れましたけど全然気を散らしてないので、本当守備は応えてあげてほしい場面ですね、いやもう緊張感漂いすぎてもう現場が無言になるっていう、あまりにもそうこういう時ってカニ食ってる時と高校野球見てる時ぐらいしかない、カニ食ってる時そんな馬って言ってますよとにかくまあそうですね、もうとりあえずコーナーで、あー痛い、デッドボールです、痛い、どこに当たったの、尾骨、あれはね痛くないわ、えあのすっぽ抜けてる球だから、なんだ当てなんだよ、でもあれもちゃんとお尻で当てるように訓練されてるからお尻って痛くないんですね、痛くない全然え、そうなんだ、私父に教わりました、あ、本当にポヨーンってなの、そうだいたい背中かお尻とかに、背中大丈夫なんですね、背中は、うん、多分プロで一番うまいのは多分あのイチローとかが一番うまいと思う、デッドボールの当たり方、研究するんですね、そう、みんな背中で当たるよね、すごい、もういろんなこと考えながらやんなきゃいけないんだね、一回一回こうバッターのところに立つには、そう、ね、なんかそのピッチャーの投げ方でなんかすぐに肩を壊す投げ方があるっていうのなんか前に父が言ってたんですけど、なんかそのあるんですか、ありますあります、そういうのはあの練習しますね、ちゃんとこう腕に負担がないようにとか、大体あの腕だけで
球投げてたらこんな120球も150球も投げられないから、腕力だけで投げてる。基本的には下半身とか、うん、足の体重移動とか腰の回転とかをうまくバランスよく、ここに力を使える。難しい、うん、あれ今東海大相模のキャプテンが打ってます。今週刊誌、これは普通定位置なので、まあ、点取られても OK って指示してます、ね。そうです、まあ、とりあえずゴロ打たせようと、まあ、とりあえず犠牲フライかゴロになれば、まあ、おのずですね、慶応からすれば本当に 3,4 点で済めば OK。 うわー、ゲッツー、最高の形ですね、もう慶応からすればこれはちょっと東海大相模厳しいんじゃないですか、頑張って。あれでね、三遊間とかで ヒットになってたら、相模だかなり混乱する試合になったはずだ、うんうん、相模の走者だ、もあれ結構相模って結構走塁、今走ること非常に重要視してまして、うん、ああいう風に抜けたらもう少しでも先の塁ってなるんです。そう、もし三塁線で抜けたら結構もうなんですかね、結構処理が難しい。三塁線ってこのサード側のラインのことね、はい、これここを抜けるとツーベースとかになっちゃう、ヒットになっちゃうんですね。で結構外野手も処理がもたつくと、もしかして一塁走者戻っていたかもしれない当たりだったんですよね。それを8対5になってたところ、8対2で終えたっていうのがかなり大きいんじゃないかなと。いやー、あのゲッツーは今日の試合を決めるかもしれないですね、ぐらいのインパクトがあるかもしれないですね。非常にピッチャーも安定してて、すごいいいピッチャーなんで。そうですね、非常にエラーありましたけど、全部落ち着いてましたからね、攻めが、うんうん、これちなみにですけど、皆さん忘れてるかもしれないですけど、慶応が1点取った瞬間にコールドですからね。あと1点取って7回表もゼロならば終わりです。ちょっと書き出しておきますね、あと1点でコールドって。いえー、なんかちょっと切ない。それは7回コールドと注釈をつけていただければ、はい、7回コールドありですからね。7回コールドありです、はい、やだ、もっと見てたら。リードしました慶応の攻撃です。先ほどの回途中から北村がマウンドに上がっています。目が本気だね、うん、バッターは森田な。それにしてもさっきのなお、キャッチャーが取れない変化球なんで、この回の見どころ、ね、まあ、まず北村ピッチャーですよね。ピッチャーもう抑えることしかないですよね、もう。取りたいところなんですよね、得点をせずのに、はい、ただまあ、自分よりか前だったら、もう本当にビハインドない、もう相模とすれば もう1点も与えられない感じなんで。この場面で落ち着いてこうできるってところがすごいですよね。キャッチャーって絶対手痛いですよね。あ、でもグラブしてるけどね、グローブの下にやってるけど、でも基本的にはやっぱ140キロ超える球を受けてると、すごいなんかみんな手腫れたりとか。今のこのなんか何時間かやってたりしたら、今このタイミングって集中力がどうなってくる時なんですかね。逆に高まるのか、だんだんなくなってくるのか。でもまあどうなんですかね。結構これはそんなに集中力が高まってると思いますよ、特に、うん、大事なとこだからこそ。北村君は非常にいいですね、今回。なんていうか、攻め方がしっかりしてるというか、先ほど話したのは、さっき打たれたのはストレートばっかりだったんですけど、北村君は今、先ほどスライダーって言うと、今、落ちるボールだったんですよ、縦に。あれをフォークって言って、それを非常に使い分けて投げて。フォークボールってどうやって投げるか分かります？フォークボールって挟むんですよ。これをこう。こっちが見抜くんですよね。へぇー、こんなこう、こう、そしたら自分に来るんじゃないですか。いや、こんなこと話してる話してるこれそういうイメージで投げる。ボールはどういう風に飛ぶんですか。まっすぐ行ってストンと。はい、今見ました、北村さんがいや、ボールシャーってカメラに聞こえてしまうぐらいの声を出した後に三振ですよ。すごいね。
いやもう本気度が伝わるから、カメラ越しでもテレビ越しでもすごい熱が伝わるというか、うん、いやすごいですねこの試合。うん、次1番からなんですよね、東海大相模。うん、あそうなんだ。いやもうめっちゃなんかもうドキドキするわ。頑張ってほしいな。うそうですね、1番からだから、まあ7回コールドあり。はいはい、じゃあ、はい、あ東海大学相模に対して、わかりました。まあ対してじゃないですけどね、横にそうですね、もうここ全ての方に向けてエールを私たちから送ろうと思うので、はい、うん、特別にね収録していただいたんですよね。はい、そうなんですよ、はい、なのでじゃあ聞いてください、どうぞ。ええ行かないですね、私たちですね、うん、あの高校野球の、うん、その何ですか、曲栄冠は君に、栄冠は君にをカバーさせていただきました。そうなんですよ、はい、そうなんです、うん、でもね、あのそのドリームアーチでも私たちの曲でもこういっぱいいっぱい応援しようと思ってるんですけど、うん、もっと応援したいっていう気持ちを込めて私たちね、もう頑張ってやってきたので、はい、それをそうですね、はい、JD's バージョンでちょっとだけそのアレンジがアレンジが加わってるので、はい、一緒にいただけたらなと思います、はいはい、それでは聴いてください、どうぞどうぞ。何やちょっと試合を見てください、ちょっと7回の登場がと聞いてたのと栄冠君に輝くとやっぱ全然違くて、なんか現代風ですよね。そうですね。ポップな感じでね。全然全然全然って。なんかこう高校野球知らない子たちとかでもなんかスッとなんか聞けそうなんで、ね。嬉しいですね。嬉しいですね。もうそれでなんか全然今まで興味がなかった子とかにもね見ていただきたいですよね。これをきっかけに。うん、それはもうジェイディーズもしっかりですよね。そうですね。私たちも今日。こう いっぱいいっぱい教えてもらって解説してもらってなので、うん、すごいなんかいろんな視点から見れたというか、なんかそれ楽しいですね。いろんな楽しみ方があるから野球が。いや
緩急を使いました。うん、どうなるかな。結構強気だね。本当にどうなる。さっきホームラン打たれた球投げてるね。そうですね。今結構緩いボール投げるのは結構勇気がいるんですけど、まあよく、ね、2ストライク投球4球目。ここは高め、中腰になってキャッチャーの西澤が外しました。非常にあれですね、森田君7回から内野も持てるピッチングを見ても非常にうまくコーナーをついて、組み立てていますね。低めの変化球を使うのか、まっすぐか。おー、球目三振です。これはピッチングの幅が広いというか、うん、森田君、ね、ストレート以外にもカーブもあってスライダーもあってフォークもあって、その使い分けがもう非常にうまいというか、ストレートでもただ外角投げるだけじゃなくて要するに 内角投げたりとか、じゃあここちょっとスライダー投げた方がいいなっていう時にスライダー投げたりとか、じゃあここインコースで思いっきり攻めた方がいいなっていう時に打ち取ったりとか、もう非常に意図通りに投げて、相模のバッターがもう完全に翻弄されてるって感じです今のところ。ちょっとなんか話がディープになってきましたね。すいません。ちょっとね、ほーって言ってギリギリ内角の出し分けとか言い始めた時がちょっと怪しい。すいません。ちょっとそういう森田くんがすごい上手いピッチングをしてると思っていただければ。それだけが伝わったんですけど、うん、まあ、若干ね、もう聞くのをためらうほどのディープさが。はい、もうディープまで行っちゃうと思えば、もうこのディープ度はもっともっとディーピング、そうなっちゃうから、うん、川島さんね、すみません、もう日本一高校野球見てる。すごいすごいな。そうですよ、うん、それが仕事になってんだからすごい。あれですよね、練習試合とかも見に行かれてるんですよね。そうですね、今年であれば早稲田の清宮君って分かりますかね。名前は聞いたことあります。あ、そうなんですか。清宮君って1年早稲田授業って、ね、まあ、東京にある学校で、まあ、早稲田授業っていうのは斎藤佑樹として、わかりますか。ハンカチ王子として、ね、ハンカチ王子の高校で、清宮君1年から甲子園に出てですね、まあ、いきなりベスト4に入ったんですけど、今高校通算本塁打って練習試合とか公式戦でホームランを打っている数のことを、清宮君はもう53本打ってる選手なんですよね。53本、2年の夏で。うわ、すごいですね、はい、その練習試合見に行かれたんですか。見に行ってますね。練習試合で普通に見に行けるんですか。あ、普通に見に行けます。へえ、じゃあもうなんか休日の過ごし方とかもそんな感じなんですか。いやー、そう、全部野球見に行くってわけじゃないですけど、野球大好きじゃないみたいな。まあでも野球についてはいろいろ考えてはいますね。はい、もう多分それが職業になってたりするから、もう毎日そのことを考えてっていう。そうですね。でも好きなことだからいいですよね。まあそうですね。この回3番バッターがヒットで出て、でこれ4番2本ホームラン打ってて、でここ1点入っちゃうと、7点差ついちゃうので、え、あ、そっか、あら、でこのバッターがホームラン打っちゃったら振りました、うん、北村が勝ちましたっていう。へえ、いやー、これ頑張れ。おお、これ裏でもコールドになっちゃいますよね。コールドになりますね。なのでこれホームラン出た瞬間にコールドで試合が決まります。うん、頑張れ、頑張って。強い眼差しですね。もう1点も与えることはできません、東海大相模。今2-2ですね。2-2でノーアウト1塁で4番バッター。これも低いボールです。もうストレートが強いというのはもうこれまでのホームランで分かっているので、変化球で振らせるっていう三振を取る配球とかを知ってますですね。今のような感じですね。三振ですね、はい、4番はもう息を抜く、もう振るみたいな。前に変わっています。うわあ、いい球ですね、北村くん。北村くんのもう、なんていうんですか、目が、熱気がすごい、すさまじい。おお、ワンストライクですね。でなんか北村くん乗ってますよね。乗ってますね。なんか気合入ってるし、かなり気合入ってます。一番見た中で一番いいんじゃないかなと思います。ちょっと川島さんが見た中で、はい、今日が一番いい。一番いいんじゃないかっていう。おお、ワン
こんなに気持ちが入っててそれもピッチングにしっかりと結果出てるじゃないですか。こんないい北村君初めて見ましたね。ラインには取っています。2アウト。もう東海大相模がコールドで負けるって事件ですか、うん、そうですよね、事件ですよ。ちょっとした彼も1年生で、ね、同い年じゃないですか。あの東海大相模も2人いるよね。そうですね。ショートのこと、ショートが持ってる小松君と、ね、そうですね。頑張ってほしい。いやーこれは1球目センターに落下点に入った山田圭太取りました。外野フライってすごい難しいんですよ、取るの、うん、上からなんですか。多分打った瞬間に落下地点入れないんですよね、うん、そっか。だからすっごい野球やっててもう外野フライなかなか取るの難しかったりとかっていうのは結構ありますよね。どこに落ちてくるかまず分かんないですよね、うん、だいたい打った瞬間にあの落下地点っていうのを予測してそこに走るんですよね。あと広いですもんね。そうたくさん走んないと。あじゃあ、うん、打った時にあそこだって思って走るんですよね。だいたいもうスタートですよね。そういうことですよね。次に休みなきゃいないもんな、ね、そっかそっか。あこれこのここ行っちゃうなとかもっと前だなとかっていうので、うん、あそっか難しい。そこまで計算をしなきゃいけない。そう、うん、でなんか一番すごかったのがあの、うん、松井秀喜って、はい、バッターがホームラン打った時に外野手が一回ね前に出てきたんだって、はい、でもホームランだったんだってでそれはなんか前に落ちると思って外野手が言ってんだけど、うん、そっから低い弾道でそのままホームランになるぐらいすごいバッターうわだったとか、なんかセカンドがジャンプしたとか、なんかそういう伝説は残されてるみたいです、うん低い位置からこういったそう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 。セカンドジャンプするんだよ。ライナーで取れると思って。ジャンプで取れると思ってジャンプするんですよね。そしたらそのままスタンドにこう行くって。いやすごいな。止められて止まるかと思うわな。へっ視聴者1000人も突破ですか。いやーありがとうございます。すごい。ちょっとじゃあ皆さんで、あ拍手。すごい。じゃあ皆さんでもう予想しながら応援していきましょう、うん、最後まで。もうこの回 1,2 点入っておかないと勝つのは難しいんじゃないかなと思いますね。じゃあこの回のちょっと川島さんのポイントとかありますか。まあそうですね、まあ、森田君はもう今のようなピッチング基本的にいろんな球種を使って、うん、とりあえずもう本当打たせて打たせてっていう、うん、で慶応の守備陣はあのとりあえず守ってっていうことですね。もうで相模は森田君がそのいろいろ球種を使う中でそして甘いボールが多分何球かあると思うんですよ。それを逃さず叩いてもう一人ずつ走者を出してコツコツとやっぱり打っていくしかないかなと。もうこの回になっちゃうと、だってあと6つアウト取られたら負けなんだよ、うん、そうですよね。6個、うん、いやもうそこで何かを変えないといけないんですよね。うわうまいうまい。ショートうまかったですね。アウトですね。ですね。もう6回のような緊張感っていうのがもうだんだんなくなってきてるような感じしますね、うん、今の守備とか。ああいうワンバウンドでなんかどうしても野球って選手取ったらノーバンで投げるイメージあるじゃないですか、うん、あれワンバウンドが全然いいんですよ。届けばあのアウトになるまで早ければ全然いい。ほうほうほう、そうなんだ。はい、であの人工芝ってすごい跳ねるんですよ、バウンドが、うん、普通の土に比べて早い、うんうん、だからああやってワンバウンドを投げて結構跳ね方も大きくすればもう普通にもうアウトになるというか、もうノーバンで投げてこうとんでもなく暴投するよりも全然確実な早くアウトができるんですよね。でもかっこいいじゃん、ノーバンで投げた方が。だからまあ基本的にはノーバンで投げてかっこいいだから確かにかっこいいですよね。まあ確かにね、かっこいいっちゃかっこいいけれども、いやでもまだね、全然多分疲れてないと思うこのピッチャー。いいボールだな。悔しい。外のスライダーですね。
あ、今のがスライダー。スライダーですね。スライダーだって。スライダー。スライダー。これがさっき川島さんが言ってたインコースのストレートですね。もう本当にあと何球かっていう中だから。おー、素晴らしいですよ。あれ見逃し三振ですね。同じコースを2球続けられるというところですかね。コントロールすごい自信がある、いやスライダースライダーでしょスライダーでしょ、やっぱ決め球もね。最後に勝つのは気持ちなんだというか、首相って書いてます。かっこいい。あれはつけなきゃいけない。いやもうなんかみんな、あそうなんですね、俺は首相だ。いや本当行きたくなってきちゃった、ね、行きたい。もうこの場に走って行きたい、ね、8対2、2アウトですからね。その中で成長した東海大相模、ツーストライク追い込まれちゃった。コントロールが全然あれですね、変わってないですね。今のはスライダーじゃなくてカーブ。あ、カーブカーブカーブ、難しいですね、見分け方が。難しい。スライダーこうキュッて曲がる、見てればで、カーブがビュン、そうカーブがドロン、ドロンかビュンか。着実に成長しています。4球目スライダースライダー、スライダー、いい感じいい感じ、だんだんいい感じになってきて、いい感じに。あーあーおお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 みんな同じユニフォームなんだよね。みんな東海って縦縞で。なんでですか？東海大菅生とか東海大相模とかいっぱいあるんだけど、東海大系はみんなこのユニフォームで統一されてる。兄弟なんですか？まあもう親が一緒だから。東海大学系です。黒い子とか。で、これ面白いのが、これブルーじゃないですか？ブルーの縦縞じゃないですか？春とかだと春の白の縦縞。白の縦縞。夏は青の縦縞。おお、あるんですね。まあ、大会によって青の、春でも青の縦縞とか着てる時もあるんですけど、もう青の縦縞がもう東海大、もう本気モードだよっていうか。ああ、そうなんだ。なんだ、ワンポイントおしゃれみたいな感じなのかと思って。本気モードってことだよね。いろんな種類あるよみたいな。ここを2点ぐらい取るとね。いやでも視聴者数が1000人を超えたということで、たくさんコメントもたくさん。そうですね、102人。本当だ、嬉しい、ありがとうございます。これやっぱコメントをいただきながら喋れるってのはすごくいい、ね、嬉しいですね。もう全然皆さんで一緒に予想しながら、何でもいいです、ふぇーとか、うわーうわーみたいな感じのでもいいので。誕生日おめでとうって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。解説わかりやすいね。こっち白じゃん。そうそうそう、あ、本当だ、本当だ。こっち青じゃん。あ、本当だ。なんだ、なんか本気モード。それで結構ね、有名なんだよね、東海って。みんな青と白だけですかね。うん、そうですね。これに憧れるっていう。そう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 、中学生がここ多いんですよ。私も着たい、ユニフォームで袖通したい。4球目打ちに外れました。おー、スリーボールワンストライク。あ、でもコメントにもユニフォームのこと知らなかったって方。本当ですか？いますね。あ、そうなんですね。私たちもね、知らなかったから。あるんだな。まあ普通の人知らない。いやもう逆になんかディープなところ行き過ぎて、どこがディープなとこさえあるからない。ラインがわからない。ディープな違い。なんか東海大のファンになると
同じ東海大相模と東海大菅生とか東海大甲府でもちょっと違うらしいです。そうそうそう、ちょっとここら辺ちょっとなんかそれが分かるらしいけど、僕らじゃさすがに分からない。あーそうなんだ僕らじゃ全然分かんない同じじゃねって言うんですけど、それ言うと東海大のファンの人に怒られるんですよ。あ、へー、日大は統一されてるのって、うん、日大日大さんとか日大、日大されてないよね。そうですね、日大三高と日大プサンとかだと全然いい。あ、そうなんだ。あ、やっぱ違うんですね、学校それ、うん、なんか桜色使ってたり桜色使ってなかったりとかするし、いやー全然点差動かないな、ねね、もうあと9回だけに、ね、高校、あ、攻撃やね。そう、あの試合前後ってご飯とか食べたりするんですか？なんかお腹痛くなっちゃうからみたいな。あ、選手ですよね、試合、はい、食べます食べます。で、結構エネルギーっていうか、あの炭水化物とかそういうなんかしっかりエネルギー補給をするんですよ。食べます。おにぎりとか多いですけどね。最近は結構あのそういうのが結構食べる重要性っていうのが結構あの高校野球界でも、はい、あのすごい伝わってて、結構栄養吸収の早いゼリーとか、そういうのを飲んでますね。確かに確かに、なるほど。あ、すごい応援団がすごい。で、慶応とかだとこういうなんかこう名物応援団長みたいなのがいて、あーそうなんだ、うん、すごい気がいい、すごい構えがもう45度感がすごいですね。そう、早慶戦ってあの大学行っても本当にああいう人たちばっかりだから、真夏でもね。そうですね、あのさっきの慶応の応援団長の子なんですけど、うん、あれです、春の大会も来てて、ちょっとあの授業があって遅れてきたんですよ。その平日の平日試合があってそしたら彼が来たら野球部員がおーってみんな盛り上がるんですよね。いや来ましたみたいな感じで、そこからすごい応援が盛り上がる。嬉しいでしょうね。野球部とその応援団長も非常に密接な関係にあるというか、う仲間なんですよね。それを見た瞬間、あー、いい光景だなって思ってたんですよね。これ後ろ側で応援流れてるじゃん、はい、あれとかもうなんかあの吹奏楽部とかが、そう、大体大会始まる前にみんな争奪戦するんだよね。だいたいエースとか4番とかは俺はこの曲だみたいな。あ、そういうことか。だいたい8番バッターとかこうなんかちょっとあまり気味の曲だなみたいな、なんてこと、あまり気味の曲ってなんか人気あるやつだね。そうですね、あ、最近はなんかもうどこも似たり寄ったりなってきてますよね。なんかプロからプロの応援からとか、その有名な学校の応援からとか、だからね、本曲有名になって応援曲になるぐらいになるとね、あーなりたい、なりたい、マッチだからこのあコールです、コールですかね。あ、この回も1点入ると、ま、ると、はい、そっか、コールドになるんですね。いやだ、コールドはなんかすごい大事件になりそう、大事件大事件になっちゃいそうだから、まあヤフートップニュースに出そうな、うん、出ますね今度こそこの夏の大会で横浜高校に出場しました。その思いで鍛えてきました。ここで負けるわけにいかないという北村、もう本当に本当にあとちょっとってなると、もうなんか選手たちだけじゃなくて、もうそのさっき言ってた応援団長だったり、席にいる全ての方があの一体感が生まれるというか、もうこっち側とこっち側でも全然こう、あ、そっかそっかそっか、違う。これってこう右と左で分かれるんですか？分かれる、一塁側と三塁側で。ああ、そういうことなんだ。だからなんとか高校はこっち来てください。そっか、じゃあどちらでもない人はどこですか？まあ真ん中座ったり、あの内野のこの周辺ぐらいを座ったり、いや、みんな全員ね、会場いる人たち多分全員緊張感はあるけど、多分違う緊張感ですもんね。頑張って点差縮めろなのか、このまま乗り切れなのか、あのこのバッターの方がクルクルしてるのはなぜですか？バットバットクルクルするな、あん、あ、しかし止めたまで、ワンアウト1、3塁、抜けていれば今のバットのこれですよね、はいはい、あのタイミング
取る結構リズム、うん、いやこれでリズム取ってるんですか、うんうん、例えばこれガチガチだと全くバットが出ないので、うん、ちょっと少し動かすことでちょっとここ柔らかくすることによってバットがうまく出る、そうだったんだ、これからそうします授業でも、そうします多分そうかでもねそれぐらい回しちゃうとねピッチャーもバカじゃないから、うん、こうなった瞬間の時にちゃんと投げるようにタイミング測ってこう投げてじゃあくるくるくるちょっとこう、うんうん、こうやってプロも多いけどリストがちょっと遊びがあるっていうかそういうのあるといいかな、うん、すごいストライク、ワンアウト一塁三塁ですからね、頑張って集中力が、うん、ね、本当に最後まで続くのかな集中力いいのいいボールだ、ね、私たちのドリームアーチの歌詞にもあるけどその一球に全てをかけてってまさにこのことだな、これ今本当に本当に一球一球に全てかかってるっていうか、高校3年間かけてるぐらいの意味だけど、自分の今の人生を全部捧げるぐらいに、いやー北村君いいですね、素晴らしいですね、もう東海大相模の北村君めちゃめちゃ落ちてるんだよね、あー確かに戸崎もその低いボールを見事にキャッチしています、これもう一回マウンド北村のところに行きます、本当だモチベーション上げてる、高め合ってる感じがすごい、うん、うんうんって言ってる表情がすごいいいですね、大事なとこですね、はい、背番号9番今日はスタート、一球一球もういろんなこと考えながら多分投げてるんですよね、うん、でなんか変になんか考えすぎるとなんかこう球がね、うん、ストライク入らなくなっちゃったりとか、本当にもう気持ちの1ミリのズレで変わってくる球というか、いやもう本当にメンタルのスポーツだと思うんだけど、特にピッチャーはそう、じゃあピッチャーはできることは全てやりました、監督さんってどんな目で見てるんですかね、確かに今もうこういうふうに記念者があるのか、もうだから多分相模側からするとなんかそのなんていうの、勢いをもう一回戻せるだけの、うん、なんかそういう起点がないかなっていうのは監督が多分思ってると思うし、そういうのをなんかこう意図的に作るためにどうしようかっていうので、例えばなんかエースを生かせるとかとかわかんないけど、全球ストレートで三振取ってこいっていうのかなとか、あ終わったー、入りました、入っちゃったホームランですね、慶応コールドですね、11対2、11対2、すごい、慶応が11点ですね、ホームラン出ちゃいました、あーつらい、今のもう安全に慶応が北村くんが力勝負で行くことをもう分かった上、分かった上でボールストレートかけましたね、でも多分伝令で出たはずなんだよね、もうストレートだけで抑えてこいって、うん、ああもう今の今の北村さんの表情が、うん、とてつもなく苦しくなった、すごい試合だった、すごい試合、ね、本当に鳥肌がすごいんだけど、今ここで私たち立ち会えたことがすごい嬉しいよね、なんかこの実況に、うん、辛いね、あー自分のこの3年間の全てが詰まったものですね、いやー、試合終了になっちゃいましたね、ということでこういう結果になりました、あーあーぐちゃぐちゃ言いながら、はい、衝撃的な結末でしたけれども、はい、川島さんちょっと、はい、この試合をちょっとふ、そうですね、この試合なんですけど、どうも相模のバッテリーが力勝負にいってるっていうところを、慶応義塾の、バッター野手陣がしっかりと見抜いてそれを得点にできたっていうのが一番の勝因だなと、でそうですかね、山田くん、相模 の先発の山田くんなんですけど、本当はもう少し変化球もうまく使えるピッチャーなんですけど、うん、どうも今日はそれができなかったっていうところがあってであとやっぱ北村くんが結構フォーク、今縦の変化球を使えるピッチャーなんですよね、
慶応義塾はちょっと そっちの方は結構対応に苦労してたので、まあ、投手起用もちょっと、うん、まあ、結果論になってしまうんですけど、まあ、ちょっと、まあ、うん、間違ってしまったところもあったのかなと思いますね。あと、慶応義塾の森田君ですね、非常に、うん、あの1点取られてから あのピッチングの内容がもう非常に素晴らしかったっていうのが、どうも今まで慶応勝ってきた試合も自分結構見てきたんですけど、やっぱり配球が非常に単調になってしまって相模がそれを逃さずに打っていったっていうのが結構多かったんですけど、森田君はもうそれも全然動じずに変化球とストレートをうまく使い分けながらピッチングができていて、であとは守りがですね、慶応義塾東海最後のバッターって非常におそらく打球が非常に速いんですけど、よく守ってっていうことですね。だからもうあの6回の表が8対2の場面で、あれが抜けているっていうあたりをしっかりと抑えてダブルプレー、結果的に石井さんもおっしゃってたんですけど、結果的に一番やっぱり大きかったなと思いますね。ああ、もうとにかく試合は11対2ですけど、慶応のやっぱ守りがち、しっかり守ったことが、うん、やっぱり11対2っていう差に広がったんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、クロートな意見ですけど、ジェイディーズはどうでしたか見て。いやでもなんかその1試合まるまる最後まで見たのは本当に初めてだったので、うん、最初から結構そのどういう風に流れがいくのかとかも全然分かんなかったんですけど、うん、その説明があった頃こそすごい分かりやすくって、うん、でもその負けたその東大の方は結構その泣いてる姿とか見るとそのどっちを応援してたとかじゃないんですけど、あ、まあね、やっぱ結構きますよね、グッと。高校野球っていうのはそうですよね、うん、なんかこの試合の中でこう何時間もある試合の中でこうそう気持ちの面でもこう動きに対してもストーリーがすごいあったというか、こう野球はただのこうなんか身体能力でとかじゃないっていうのが改めて分かったので、なんかこうメンタル面もそうだし、すごいこう応援によっても変わったりだとか、そういろんな人の気持ちがこの一つの試合とか一球一球の球とかにかかってるんだなって思うと、すごくその重みだったりこう夢っていう大きなテーマとした時にすごいなんか感じるものがありましたよね。すごい。どうですか。やっぱり本当に私もこうは見るの初めてで、あちょこちょこ見て最後にこう結果が出た時に泣いてる姿見るのと、最初からこう通して見た時に結果を見て泣いてる姿見るのって全然こう見てる側の気持ちも違うし、本当にこれを勝つか負けるかで甲子園に行けるか行けないかが決まるっていうか、うん、一歩でも近づくか近づかないかが決まる大事な試合で、うん、まあ3年生は最後っていうのもあったりとかして、うん、本当にいろんな人の思いが詰まっている試合なんだなっていうのを改めて感じて、このドリームアーチが、ね、この中継テーマソングになったことが本当にすごい嬉しいことだし、この暑さを本当に感じたの で、ね、もっとこのドリームアーチも気持ち込めて、ね、全力で、ね、歌おうというふうに思いました、うんうん、応援したいと思いました、はい、心から。いい機会になったかもしれない。すごくいい機会になりました、ね、素晴らしかったです。さすが川島先生です甲子園の見どころ楽しみ方、はい、今後のそうですね、今地方大会も大変なことになっていて、甲子園の常連校バタバタ負けてるんですよね。大阪桐蔭って分かりますか。知ってます。大阪桐蔭も3回戦で負けました。いやで今去年選抜優勝した敦賀気比も初戦で負けました。大荒れだ。どうなるか分からないですね。でさっき言って清宮君ももう負けちゃったし、八王子っていう高校にね負けちゃってる。どうなるか本当に甲子園全体でも分かんないんですね。もう本当に常連校がただ出てくるっていう感じじゃないですよね。じゃないんだ。相模もちょっと波乱の波に飲み込まれたっていう試合ですね。まあちょっと慶応義塾の戦い方がちょっと想像以上だったっていうか、ここまでの戦いができるとはちょっと予想以上だった。こんなに点差が開くと思わなかった。すごいですね。もう最初からパワーって言っちゃったからね。ホームラン3本ですね。3本ですね。すごい。
すごい。ホームランで8点取ってるっていうのがもう、うん、ちょっとすごい、ね、すごいですもんね、うん、いやもうなんか言葉にならない感情がね、うん、すごいあるというか、ね、ハイライト見てもね熱いので、うん、まああのすごい衝撃的な結末になってまだなんか興奮冷めやらない感じなんですけれども回り回って冷静になってるぐらいですね。そうですね。でもまあ改めてあのドリームアーチの告知含めて、うん、一番最初高校野球 .com がいいですかね。あ、宣伝ってことですか。はい、今からっていうか。あ、そうですね。あの高校野球 .com は、はい、インターネットで今スマホでもあの見れるあのサイトなんですけど、はい、今やってる神奈川の試合の今のレポートも配信してます。これまでも千葉とか神奈川とか大阪とかも行ってて、うん、で今日はあの速報もやっていろいろ試合の速報で、うん、今日はあの大阪であの優勝候補に上がる履正社と大体大波翔っていう高校の高カード、履正社は寺島くんですかね。はい、寺島君、はい、あ、知ってます。プロ野球注目のね、はい、知ってます。ピッチャーですね。あのそういうカードも今配信しててこれいろいろな試合のコラあの記事であったりとか、まあ、こういう高校野球も波乱が今多いのでそういうについてのコラムとかもあの配信をしていますので、あとはこういう注目選手ですね、そういう寺島くんとかそういう注目選手の選手名鑑とかも結構今人気のあるコンテンツになっているので、ぜひちょっとだんだんこう大会もクライマックスになっているので、ちょっと高校野球 .com もぜひ、はい、情報として閲覧いただければなと思います。まあ、日本で一番PV のある、うん、そうですね、あの高校野球コンテンツだったらそういうサイトなので、もう私たちももういっぱいいっぱいチェックしてるね、まあ、で、あの使いにくかったら言っていただければあのフリックがそう、もうちょっとこれフリック感出した方がみたいなやつは色合いをたくさん見てほしい、はい、じゃあ次あのジェイディーズから皆さんに、最初の方ですかね、ミュージックビデオを流させていただいたんですけれども、あの私たちのフォースシングル8月3日にリリースしますドリームアーチなんですけれども、こうね、今見た時にも流れてましたけれども、まあ、あの神奈川県大会の中継テーマソングとなっていて、私たちねこの試合見て改めて本当にこうテーマソングになれたことが幸せだと感じましたし、こうこれからもねこの曲にも私たちなりの全力とか気持ちを込めて皆さんに届けていったり、こうまあ選手の方たちを応援しようと思うので、皆さんもねぜひいっぱいいっぱい聞いて、たくさんこれを聞きながら応援してほしいなと思います。このリリースイベントがあったりするんですよね、うん、たくさんあります。あと、はい、8月の3日にですね、うん、あのリリース記念イベントということで、はい、あの原宿の方でストロボカフェですね原宿の方なんですごいいっぱいスポットあるからねストロボカフェという場所でイベントをやりますので、これが5時からかな、17時からということなので、ぜひ皆さん来てください。その他のイベントとかぜひこう私たちの、ね、ホームページとかチェックしていただけたらなと思います。ぜひ皆さんドリームアーチ来て聞いてくださいね。聞いてください。はいはい、では最後はあの J リーズのミュージックビデオをお送りしてお別れと。あ、お別れなんですね。わかりました。なりますので、まあちょっと衝撃的な野球の結末でしたけれども、はい、最後はじゃあミュージックビデオ見てお別れしたいと思います。それでは V 振りしまった方がいい。あ、分かりました、はい、もう本当に素晴らしい試合でしたけれども、はい、最後このドリームアーチで締めくくりたいと思います。それでは聞いてください。どうぞ。どうぞ。